しましたよ。私クレイさんにとってもいいものをお持ちしたんですよ。薬ですか？ええ、僕のために。そんな意識が。どうしたキッテオン？今ルーミーが喋ったんです。本当か？じゃあ助かるんだな。一時的に魔力が弱まったのかも。続いてるでし。本当？シロちゃん、間違いないでし。竹のアーマー、そして今の声、まさかグレイの身に。グレイ！さあどうぞ。飲み薬だったんですか？ええー、飲んだ方が早く効くんです。そうですか。ユリアさん、大丈夫ですか？誰だ？ゴル？クレイ、そいつは！ノル、やめるんだ！ユリアさんは俺たちを逃がしてくれた人だぞ。それを。僕も信じられなかった。ユリアさんが鳥をひねりつぶすところを見なければ。ああ、そしてパステルからの手紙を燃やして毒の瓶を。だから僕は騙されないよ。ひどい。私そんなことしてません。ノル、鳥だの手紙だのって何のことなんだ？だからダンジョンの中に入るときにそのノルが見たのはまるで魔法使いじゃないか。ちくしょう、ここはどこだ？ずいぶん遠くまで飛ばされたみたいです。あいつこんなところで何やってんだ？クレイ、騙されちゃダメ！パステル、その人は偽物よ。トラップが背負ってる人を見て。ユリアさんが。こっちが本物よ。ルーミーと同じようにモーンにやられて。しまった。それじゃあ危ないところだったんですよ、本当に。ノル、すまない。仲間を疑うなんて。俺を殴ってくれ。仲間を殴ったりできないよ。男の友情っていいもんだよな。何言ってんのよ。早く追いかけないと。そうか、ホワイトドラゴンの仕業に見せかけていたのか。そうなの。敵はだいぶ狡猾のようです。気をつけてください。シロちゃん、匂いは？このままでいいです。クレイ、気をつけて。分かってる。
クレイさん、よかった、探しに来てくださったんですね。私びっくりして怖くて、だって私と同じ顔の人がいるんですもの。思わず飛び出して帰り道がわからなくなるし、心細くって。ちょっとしらばっくれるのはやめてよね。あんたがユリアさんじゃないのはバレてんのよ。クレイさん、パステルさんは何のことをおっしゃってるんですか。ずうずうしいにも程があるわ。本物のユリアさんはさっき見たじゃない、私たちが連れてきたでしょ。ひどい、もし私を疑うのでしたら殺してください。死ぬより他に身の証を立てる方法がないのなら、あなたに殺してください。どうせ死ぬなら愛する人の手にかかって死にたい。どうして置いてきちゃったのよ。あいつの正体を暴く生き証人なのよ。そういうのはノルに言えよ。クレイ、いくら僕がお人よしでも仲間を疑う愚かな間違いを繰り返すほどバカじゃないぞ。正体を現せ、魔導士。身の程知らずめ。しかしこれほど私を怒らせたのはお前たちが初めてだ。バサークルーネンアワード、不法飛信。動けない。はしご、はしご、おい、はしご、ノル、急いで、はしごを作れ、は、早く。パステル、魔導士だ、俺に構うな。ファイターなしでは何もできまい。まずはあいつから。バサークルーネンイヤーズ、アクアティーン。続けたまま。暗闇に救う悪意に満ちた者どもよ、入れよ。なんだ、ポストクルナ。きっとこのモンスターは何なの、弱点は。まあ謝って逃げちゃうか。バカ、ルーミーやクレイはどうすんのよ、いかになし。たっぷりあがくがよい。わかりました、弱点はリズーと同じで炎です。熱いものなら何でも OK。 ルーミーは使えないぞ。シロちゃん、お願いできる。もちろんです。ほらほらほら、はい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 。よクレイ、今回は出番がなしのいいとこなしだったな。ついてくるなって言ったのはトラップだろう。まあまあ、これでルーミーも元に戻るはずだし、すべてまだです。え、危険がもっと危なくなったです。愚かなホワイトドラゴン、生きてる。わしに逆らえば母親に会えなくなるぞ。いい、誰がお前なんかに。シロちゃん、シロちゃん、お前たちのようなひよっこどもにわしが倒せると思うのか。
おとなしくモグンの餌食になっておればよいものを。後悔してももはや遅いぞ。なんだとこの燃えかす野郎が。ふざけるな。魔導士が変身した姿なわけですから、おそらく剣も魔法も大して効かないでしょう。やったぜクレイ。お前たちの力はその程度。今度はわしの番だ。チェ、分かっちゃいたけどさ。来るぞ。はダメ、私だけ逃げるなんてできない。それはわがままですよ。キッドン、さっきの鏡はダメなの？ゼンバーさんの。何のことです？覚えてないの？頭がぼーっとしてて。頭の中を聡明にせよ。雑念を生かせ。日々の中にこそ真実の扉が開かれん。確かにそう聞こえたわ。バカ、逃げろ。ダーン。何も起こりませんね。あそこだ。あの鏡を攻撃するんだ。なんだって？見てろ。いやあれが正体を映してるんだ。よし。Ah!
くそ、このままじゃ。ノル、力を貸してくれ。これがお前たちの最後だ。ほらよ、大事なお宝だろ。なくすんじゃねえぞ。ありがとう、弟子。他の人には内緒にしてください。ゼンバーさんから聞いたんですが、あれはクルラコーンだったんです。クルラコーン、洞窟の奥深くに住み財宝を守るクルラコーン。あれは宝玉を守るためのホワイトドラゴンの使いだったんです。それじゃあゼンバーさんは知ってたの？ねえ、でも魔力を操るあいつに脅かされてたみたいですね。こんなことみんなには話せないわね。もちろんですよ、さっきだって。ババア、薬があるんならなんでさっさと出さねえんだ。材料なしではストックが切れることもわからんのか、バカが。なんだと、このあの続きはもうごめんよ。それにいろいろと影から力を貸してくれてたみたいですし。それもそうね、キッドンの鏡もあの声も。そういえばキッドン、自分のこと聞いたの？ええ、でも何も教えることはない。自分で思い出していくだろうと。それより気になることがあるんです。どうしてクルラコーンは自分の使命を忘れて音力に手を出してしまったんでしょう？退屈だったからよ。私だったら絶対我慢できないもん。そうですかね。ほら、こうすればもうなくさないでしょ。ありがとう、弟子。シロちゃん、これでもう二度と会えないってことないよね？いつかまた会えるよね？シロちゃん、どっか行くの？シロはな、
自分のダンジョンに帰らなきゃな。やだやだ、シロちゃんルーミーと一緒来んよな。そりゃ俺たちだって一緒にいたいけどさ、シロは帰らなきゃならないんだろ。え、そんなことないですし。ほらユーミーの言った通りだよ。それじゃあシロちゃん、私たちと一緒に来てくれるの。はいです。まあいろいろあったが、村長という立場上万が一を考えてだな。お父様ったら。私たちいつでも大歓迎ですから、またいらしてくださいね。はい、ありがとうございます。本物のユリアさんだと分かっていても、ちょっぴりドッキリ。まだ冒険者としての修行不足かな、特にクレイ。でも温泉水もたっぷり分けてもらったし、あの村長さんからはなんと2万ゴールドも礼金が。意外といい人だったりして、思わずホクホク。私って元気人。しかしよ、ずいぶん苦労はしたが、レベルアップしたのはクレイ一人か。アルバイトの途中だったし、正式なクエストじゃないからな。何言ってるんですか、モウンもスネークフライもほとんどシロが倒したんですよ。しかしあの魔導士はどうなんだよ。そうそう、ですね、私が考えますに、暴力の力を借りていた偽物だから、当然経験値は。ちぇ、しょうもない。シャニャシャニャ。まあまあ、でもこういうのもさ、なんとなく俺たちらしいってか。クレイ、お前まさか薬は飲んだんでしょ。忘れちゃった。薬どこだ、どこ置いた。私は預かってませんよ。あ、確か荷物のどこかに。温泉水に紛れたんじゃん。そんな、いいの悪いの好きです。どこなのここってわからない、知らないし、つむじ風と遊ぶ。いつかは見つかる、どこかで必ず。迷いの森ってここのこと、踊ってる日の光。胸のここんとこ触ってみて、ときめいておかしいの。